こんにちは、ポンズです。今回はスタジオシリーズオプティマスプライマル用のアップグレードキットゴーベタースタジオの GX63 をレビューしていこうと思います。スタジオシリーズ版のオプティマスプライマルといえば、造形、アクション性、豪華付属品と三拍子揃った素晴らしいアイテムですが、両形態とも足が丸見えというのがちょっと気になりましたよね。今回のアップグレードキットはそんな脚部を回収してくれるらしく、どんなパーツ構成なのか気になります。そして今回も TF サファリさんから提供していただきました。商品の詳細、ショップの URL は概要欄に記載しています。またお得な割引クーポンも記載していますので、そちらもぜひ活用してくださいね。それでは早速開けていきましょう。中身はこんな感じでパーツだけ入っており、説明書などは入っていません。ずらっと並べてみました。脚部用パーツとチェーンパーツ、それに関連するジョイントパーツ、計9点がパッケージされています。ではまずこのチェーンパーツから見ていきましょう。プライマルの武器に使うチェーンですが、まあ本当に普通に鎖ですね。もともとプライマルについていたものと比較するとチェーンとしてのディティールは良くなっていますが、その分保持力は皆無ですから、まあ正直どっちでもいいかも。武器との接続にはこちらの専用ジョイントを使用します。差し込んで装着、根元にチェーンパーツをつないで、こんな感じですね。今回もう片方のジョイントが結構緩かったです。個体差があるかもしれませんので、同じような症状に当たった方は対策が必要です。両方接続するとこんな感じ。リアル感は増すのでかっこいいんですが、ブレードを宙に浮かせるような派手なアクションはできなくなります。あと少しチェーンが短いようにも感じますね。さらにこのジョイントを活用する方法として、腕の内側にジョイントを接続することで直接ブレードを連結することができます。新しいブレードの使い方、これもかっこいいですね。では簡単ですがチェーンの紹介が終わったところで、メインの脚部のパーツをまず片足だけつけていこうと思います。膝のパーツを開きます。次にこのネジ、2箇所のネジを外します。外し終えました。そしたらカバーを取り、順番に外していきます。これで全てのパーツが取り外せました。そうしたら新しいパーツに置き換えていきましょう。まずはこれ、先ほど外した膝のパーツ、次にこのパーツ、こういう感じになります。さらに最初に外したカバー、これの肉抜きを利用して追加パーツを接続します。この状態でカバーを戻し、ネジ止めしていきます。はい、これで交換作業は終了です。簡単でしたね。一旦このままロボットモードの足にしてみます。まず裏側を見てほしいんですけど、この突起とここの突起受けを合わせるようにします。これで OK。 ということで片足の変形が完了しまして、こんな感じになりました。右が装着前、左が装着後になります。ご覧いただいて分かる通り一回り大きくなっていますね。前方向に長くなっていますが、デザインはほぼ同じです。気になる後ろはどうなっているかというと、この通りビーストモードの足が綺麗になくなっていますね。ロボットとしてのパーツしか見えなくなっています。これは不思議。ここからどうやってビーストの足が出てくるのか疑問ですね。それらしいパーツはなかったですけどね。ここで一つ明確なデメリットを発見したのでお話しすると、足首の可動がなくなります。正確には横に傾けることができなくなり、
設置性に少なからず影響が出ます。次にロボットモードからビーストモードへ足を変形させていきます。まず足を開きます。開いたらつま先から起こして反転させます。後ろ側のパーツ、これを90度起こします。向きを変えまして、ここの受け皿っぽいところにこのパーツを合わせます。最後に親指が隠れているので引き出してあげます。ということでビーストモードの足に変形できました。左が装着前、右が装着後です。確かに足が出てきました。問題の後ろがどうなっているかというとこうなります。ロボットモードの足は消えています。ただディティールに大きな差がありますね。装着前は生物的というか指でしっかり地面を噛み締めているような造形ですが、アップグレードキットの方は指の造形はあるもののどこか機械的ですね。この変形構造すごいですね。モールドの甘さに目をつむればかなり綺麗な変形ができるようになったと言えるんじゃないでしょうか。改めて両足に取り付けた状態でアクション。ビーストモードについては直立のポーズを取らせやすくなった印象があります。モールドが甘くなったという比較もしましたが、見慣れてくるとさほど違和感もありませんね。何よりこの背面、ロボットモードの足が消えるというのは素晴らしいですね。そのロボットモードでも同様、ビーストモードの足は消えています。変形も簡単で両形態とも見栄えが良くなるという点では高評価。惜しいのは足首可動がオミットされること。さらに構造上どうしても不安定というか、パーツの固定ががっちりしていないのがちょっと気になります。そして鎖は扱いづらいですね。リアリティは増しますが保持力もなく、長さもどちらかというと物足りない。すぐ足りなくなってピンと張ってしまいます。アクションポーズを中心に考えたい方には合わないなと感じました。ということで今回はゴーベタースタジオの GX63 をレビューさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。最初取り付けた時はどこに足が隠れているんだろうと思いましたが、見事に変形してくれましたね。しかも複雑じゃないところがいいです。扱いにコツがいるところもあり、100点を与えられる商品ではありませんが、物見えだった足が隠れるという1点においては素晴らしい商品となっています。気になった方はぜひ概要欄のリンクからクーポンコードも忘れずにチェックしてみてください。トランスフォーマー1もいよいよ公開ですし、暑い夏を最後まで楽しみ抜いていきましょう。今回の動画を気に入ってくれた方、また次回も見たいと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もお疲れ様でした。